最強メモ帳を開くわ。IA 対象あるって書いてある、うん、メモ帳に。何なんだろうな、 IA 対象あるって何だろうな。そうだな、張り切っていこうぜ。ユニットがまとまっている気がするぞ。確か前回地方省は確定させたんだよね。地方は制圧してあとは最後に望むのみみたいな感じだった覚えがある。つまり体もよく動くので多少の無理は効きそうです。あとはレベル16を目指せばいいのか。レベル16がマックスなんだよね確かね。まあでも壁は黄ばんでるしな、所属アイドルの喫煙によって。めっちゃこれ黄色いのあれでしょ、ヤニでしょ。 C4 さん100社ありがとうございます。シューティングゲーム配信待ってました、ありがとうございます。もちろんですよ、これがシューティングゲーム。もう一回多分売れるよねこれ、全フェスでテンション上げたら爆上げよね。よし、フェス、あ、じゃあ全フェスじゃない、オーディションか、全国オーディションだ。まだフェスって言ってた。オーディション、オーディションだから、あれだな、アワンコのお守りだよね。よし完璧だ、いくぞ。え、売れないの？そうなの？発売4週ぐらいでも売れないの？マジか。まあ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 、まあもう十分売れたけど、5位に入りたいなと思ったけど無理か。あ、これ任しちゃうか、ちょっと飛ばしてしまうか。はい、なの、 お守り入れ替えてから お任せしちゃった。まあいいっしょ、意味ないならまあもう流すしかないかな。まあこれ多分いけるでしょ、全力でいけ。お、お、ミキティ可愛いな今日も。どう評価されたのか早く知りたいです。果たして IA 大賞は取れるんでしょうか。シャニマスとミリシャは全然違うんだ、同じアイマスなのにキャラも違うんだ。え、あれ、え、あれ、え、あれ、今ダメだった。え、あ、え、取材も終わった。え、あ、え、嘘、ダメとかあるの。え、え、そんなことあるの。あ、なんか急に PS3 がうなり始めたら、なんかうーんって聞こえてくるな、 PS3 から焦げ臭くなってきた、なんか急に。諸君お疲れ様、さっグーン、今頃火吹きそうだな。まあまあまあ、でも言うて6位ですから我が社の新オーキャットギャルズ、94万枚セールスしてるんで。ええ、いや俺は IA 大賞取れると思ってるけどね、俺はみんなを信じてるよ、新オーキャットギャルズの3人を信じてる、信じてるから。うん、信じてはいるんだけどね。果たしてその期待が実るかどうかはわからないんですけどね。 IA 大賞グランドファイナルまで残り5周、完全に1周を無駄にしてしまったまず林 P だけど、頑張ろう。この週あと何をしていけばいいんだろうな、もう やることないよね、レベル上げるぐらいだな本当に。レッスン行くか。ほう、このセリフって何なの、女の子っていいなって、なんかまるでおじさんのことをなんかのけものにしてるみたいじゃないか、ユキホくん。まったくどういうことなの。
結局男嫌いは治らないのかな、50周まで終わったのに。女同士っていいよねって、だっておじさんの前で言ってるんでしょ。おじさんはなんて顔したらいいんだ。こっちだってな、50年生きてんだよ。マイマスを始めたきっかけなんだっけな、もう覚えてないな。マイマスやってみてはいかがでしょうかって言われて始めたら覚えてますね。リスナーが基本的になんかこうあれだよね、進めてやってる感じだよね、どのゲームも。これいいですよって言われて、ほうってなってやった感じですね。いまだにでもアイマスやってることを驚かれてびっくりするわ。もう結構3ヶ月ぐらいやってない？ 2 ヶ月ぐらい経ってるか。3ヶ月は言い過ぎたな。1、2ヶ月は経ってるな、初めてから。あ、やべ。はぁ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 。ことの起こりは多分人に教えてもらってってとか多分スタートラインだと思う。はあ、どうして、一回音程ってか、そんなこと言うなよユキポヨ。ボーカルレッスン。いやいやいや、あー間違えて、任しちゃったじゃねえか。あー、おー、いいね、よかった、うまくいったみたいだね。へえ、何これ。あー、びっくりした。おー、俺やる必要なかったじゃん。あれ、もしおじさんいらない？あれ、おじさんレッスンにいらなかった？16になった。もしおじさんレッスンいらん。え、まあ、でもマスピーがいなかったらここまで来れてないからね、信号キャットギャルズの面々は。それを自覚してほしいよね。彼女たちがうまくいったらあれだからな、利益は9対1だからね。9がマスで1が林だから。はい、2人との連携も理想通りで。いつの間にか仲良くなってたよな。いやいや、収入はあれですよ、9がマスで1が林です。アイドルたちはまあこう、なんだろうね、テレビ出れてるしセーフみたいな。まあ時給200円ぐらいは払ってる、ナムコプロとして。全然大丈夫よ、感動のエンディングはもうすぐそばです。何、アズミンって何なのしてんの。ユリシー、アズミン、動物園経営するゲームを出してる。あ、プラネット2ってのがそうなの。ちょっと考えとこう。ハンバーガーの店経営するやつ、ハンバーガーの店経営するやつもね、ちょっとまたやってみたいけどね。ちなみにやったんですよ、3年ぐらい前に。もう3年ぐらい経つかな、あれね。バーガーバーガー懐かしいね。あ、どうもすみません、お怪我はないですか。バーガーバーガーも懐かしいな。オグポンズさんは今何してんのかな、めっちゃ気になるわ。あの人は今で取り上げたいぐらい。ちょっと大声出さないでもらえます。今ファンの女の子たちから逃げてるとこなんですよ。こいつムカつくよな、なんか。ええ、まあね。これ喋り方やばくない？ええ、まあね。でも可愛いし魅力的だから。なんか。追いかけてもらえるのは光栄です。なんかね、ゾワッとする。ところで、こんなところでぶつかるなんて。なんか、うはみたいな喋り方するよね。出会い。女の子ならよかった。気持ち悪い。素で気持ち悪い。ごめん。もう直球で気持ち悪いわ。え、普通にキモい。これやばくない？こいつ
やばくない？プレイボーイなのこれ。このゲーム作った人プレイボーイの定義間違えてない？これやばいよね。なんか間違えてない？いろいろ。ああいう人のことプレイボーイっていうの、あれ犯罪者じゃないの？へえ、そうなんだ。いい人なんだ、あれで。あれでいい人って言われてもな。なんか例えば外で全裸で走っててあの人いい人なんですよって言われてぐらい具体的に思い浮かばないわ。おとなし君たちと一緒に見ていたよ。さて、そろそろ全国ランキングのコーナードットップ TV が始まるぞ。めっちゃやばい人やん。いや、まあまあ確かに。でも草薙剛は好きだけどね、俺はね。楽しかったな。オーディションに合格するとやったーって思うよね。人気ヘルパーはね、やってたのは知ってるけど見てはいないですね。これからもどんどん合格して何回もやったーってしよう。最近まではでも見なかったかな。最近はちょいちょい見る、うん、結構昔はテレビっ子だったよ。クイタンまではね、結構テレビっ子だったんだけどね。そっからはでもなんかあんまテレビとか見なくなっちゃったね。アイドルアカデミー大賞受賞者が発表されるアイドルアカデミー大賞グランドファイナルの開催。炎のチャレンジャー、これができたら100万円でしょ。諸君の調子はどうかな。そうだよ、今もう7時にやってるでしょ。あとクイズタイムショックとかね、懐かしい。バッチリやで、バッチリですよ、うん。お、言葉には勢いがあって実に頼もしい。クイズタイムショックってやつ知ってる？間違えるとぐるぐる回るの。来週の話なのだが、アイドルアカデミー大賞の発表を直前に控えて、アイドルアカデミー大賞。ああ、マジカルバナナ。マジカルバナナあったよね。なんかそれがマジカルズノフォー。マジカルバナナってなかった。バナナと言ったら黄色。なんかそれとなんか似たやつあったよね。ましてや。なんか近畿かなんかがやってる番組もあったよな。パチモンみたいなやつ、なんだっけな。大きな影響を与えるのは間違いない。そしてこのフェスには当然あったな。フレンドパークとかね、ホンジャマカとかがあれでしょ、あのホッケーしてるやつでしょ。手強い相手だな。これは逃げるわけにはいかない戦いだ。準備を整え、万全の体制で挑んでくれたまえ。え、なかったっけ。え、あったでしょ。キンキゲッツがなんかやってたやつあったよ、多分。なんかあった覚えがある。49,715点。ユニット名かっこいいだろ、信号機アットギャルズ。このアットがないとダメだからな。イエーイ。このジャージ着てるシーンがねすごいシュールなんだよね。ね、なんだろうね。え、これは2000年代のだからあれだよ、こう秋葉原を象徴してるっていうか。もちろんアットは読むよ、うん、そこにむしろあれだからね、重きを置いてるからね。へー、メカレッテスス、あ、めっちゃ頑張れ。なるほどね。へえ。はるちゃんず8さん、4ヶ月目のサブスクライブ継続でございます。ちょっとそんなことまで言わなくてよくね。めっちゃかっこいいだろうがよ。そう、フィギュアットメイドみたいな、 それをイメージした。なんちゃらアットなんとかみたいな。いやいやいや、めっちゃかっこいいやろ。正直言ってみ。フィギュアットメイド、なんかあるよね、フィギュアットメイドって。何なのかは知らない。あ、色気なの。知らなかった。俺待って、俺さ、あれだと思ったわ、あのメイドカフェだと思ってた。知らなかった。マジでエロゲなんだ。フィギュアットメイド、エロゲなんだ。知らなかった。俺、秋葉原のなんかメイドカフェの名前だと思ってた。
マジか。エロゲ本当にダメ。ユニット名ってことになっちゃう。おじさんさ。お疲れ様、翔くん。そうそう。マジか。合格おめでとう。おじさんさ。フラシ君たちと一緒に見ていたよ。やばいな。俺もなんか急に罪悪感が芽生えてきた。全国ランキングのコーナー。17歳の痛い気な少女がこの名前を背負ってるってことだよね。しかも多分最終回であろう今日に判明するっていうね。マジか。今まで誰も言ってくれなかったよね。なんか恥ずかしいことがあった日は春巻きを食うことにして。春巻きってなんか落ち着くよね、食うと。わかる？春巻きってさ、なんかさ、こう周りが硬くて中がふわっとしてるから食うと落ち着くよね。僕はサクサクです。え？何？何のイベント？あ。自分なりの答え出してみます。え？何？自分なりの答え？ユキはあの時自分なりの答えを出すって言ってたよな。ガサガサ。え？ガサガサって何これ？え？ガサガサってもしかしてユキオちゃんの家の庭に忍び込んでる？え？ガサガサ。ゴミ箱の中にいるのか。なんだ、何か不審な音はするけど。はっ、え、ゆきよ、おじさんがゴミ捨て場にいるとこを見つかったのかな。え、いや、ゆきよがこんなとこにいるわけないか。俺少しゆきよのことを考えすぎていたのかもな。ガサガサ。え、プロデューサー、事務所を出るの。夜中の公園で何してるんですか。え、これ公園だよね多分。なんなのこれ、このバックグラウンド。その格好で夜釣りのぶせ。え、はい、私どういうこと。アイドルアカデミー大賞グランドファイナルの前にどうしてもプロデューサーと二人きりになりたくて。二人きりってお前何をする気なんだ。まさか。まだ秘密です。とにかくついてきてください。え、ちょどこに行くんだよ、おいユキコ。え、あれ、ここは映画館だよな、ユキコ。こんなところに俺を連れてきて本当に何をする気なんだ。それに勝手に映画館に入り込んだりしてちゃんと曲は撮ってるんだろうな。プロデューサー、さっきから質問ばっかりです。許可なら取りましたから心配しないでくださいよ。すごいね、ユキコちゃん許可取ったんだ。え、萩原組なんです。萩原組萩原組？え？萩原？え？どういうこと？え？組？ん？はい、そうです。え？ちゃんとお父さんに許してもらってますから、あんまり騒がないでくださいね。え？え？反社会的勢力もしかして？え？でも今からすることの方が大胆かも。今からすることの方が大胆。マジで何されるのこれ？夢詰められる、もしかして今からする大胆なことを一個ずつ詰め剥がされるんじゃない。ライブか、衣装着てやるってことはそういうつもりなんだな。やっぱり分かっちゃいますよ。まあ、そりゃそうだろ、うん、それそうだけどさ、ついにできたんだな、ユキホの歌が。あ、マジで。え？私、歌う前に聞いてほしいことがあるんです。何、どういうこと？聞いてほしいこと？はい。私、なんか剣心みたいなこと言ってるな。答えが出せたんです。私がどうすればいいのかっていう答えが。ぜひ話してくれ。お。ありがとうございます。それじゃあ話しますね。私、うん。いつも頑張りますって言ってました。ほう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 。え、今さら？え？ユニットのみんなとプロデューサーに認めてもらうためだったんですよね。じゃあおじさんが来る前はなんでアイドル活動してたの？そうです。ダメな私はいつかユニットのみんなに捨てられちゃうって思ってて、
え？そうならないようにいつも必死でした。ほう。私みんなに嫌われちゃったらどうしようってそればっかり考えて。かわいいよなこのユニフォーム。ユニフォームってなんだ。この服いいよね。かわいいよね。あの私せっかくできた最高の仲間に見捨てられるのはほうなるほどね。収蔵式か。頑張れ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 みたいな。あのこの間は私遊園地でプロデューサーにひどいこといっぱい言っちゃいましたよね。言ったっけ。もっとひどいこと言ってるけどな。なんか他の時に私あの時は自分を認めてくれる人がいなくなるならもう頑張る意味はないって思いました。ほうユキオ。そうはならんやろ。そうはならんやろ。あのそこまで深い意味のつもりはなかったんだけど。いやこっちがええだよ。え飛躍すぎじゃない。えええー、怖い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 。えだからいろいろと落ち着いて考えられたんです。えめっちゃ怖いって。えやばいよこれ。刺されるやつだよ。自分はもともと何をしたかったのかなって考えたんですけど。ああそう、もともとね、もともとはどうしたの。答えは見つかったのか。はい、私はもともとみんなに認めてもらうために。ああまあそうだね、認めてもらうためではないよね。そうだね。自分を好きになり、はい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 、そうなんだ。ダメな自分を好きになれるようにアイドルになる。なかなかすごいね。モチベーション続くのか。みんなに認めてもらおうなんて欲張らずに、まずは最初の目標を達成します。ほう。プロデューサー、私自分を認められるように。取れなかったらどうするんだそれ。え、どうなるの取れなかったら。アカデミー大賞取りますね。え、これ取れなかったら自害エンドじゃないの。重すぎない？これ俺の小指で済むの？首が飛ばない多分。本物の方のスポーンって、エルフェンリートみたいな感じで首飛びそうだけど、ポーン。ああへえ、そうなんすか。思いを。山田ゆきをライブをするのは？ん？いや、みんなの前でしてくれ。みんなの前でですか？ああそうだ、俺だけがゆきの曲を聴くのはもったいない気がする。だから改めてユニットのみんなを呼んでライブをする方がいいと思うんだよ。ほう。私はみんなにも聞いてもらいたかったけど、今はプロデューサーのためにだけ。マジか。だったら歌を聴くのはジュピターとの戦いの後。いや、やっぱり IA 大賞グランドファイナルの後でもいいかな。ユキヒョの新しい一歩は俺たちの活動に区切りがついた時後に聞きたいんだ。新しいユキヒョのファーストステージ期待しているぞ。おお。エンディングの曲になるのかな。アイドルアカデミー大賞を取れるかどうか。マジで負けたらどうなるんだ。全部終わったら、どう終わるのかによるよね。終わったらっていうのはね。もったいないですよ。せっかくステージ衣装に着替えてお父さんにも無理言ったのに。でもやっぱりユキヒョちゃんって可愛いよね。このポーズいいよね。あざといポーズね。え？え？
おお。はい。え、歌ってくれるの？え？おお。なるほど。めっちゃ頑張れ、歌ってくれるの。よし、聞かせてくれ、デビュー曲。ユキの成長した姿、たっぷりと見せてもらうぞ。これさ、音響の人とかもいるんだよね、この二人で。なんか、イチャイチャしてる中で。聞いてるんだよね、みんな多分。ユキさん、スタンバイこちら、OK です。いつでも行けます。多分なってるんだよね。いやー、最終決戦ですね。ボッコボコにしてやるからな、マジであいつら。二度とシャバの空気が吸えないようにしてやるからな。あのジュピターとかいうアイドルユニットはよ、俺が土に埋めてやるよ。ボッコボコにしてやるからな。恐れるものなど何もない。ミキティとか強いとも思ってなさそうだよ、うん、こんなこと言ってるけど。